野島 T リーグ3年目ラブオール。そうですね、本当もう最初から最後まですごいドキドキの試合を続いてましたんで、もう最後まで勝って本当良かったです。もう本当もう我慢、もうずっと我慢して苦しい場面何回もあったので、選手たち全員、乗り越えて本当、全員卓球っていう感じで、やっぱり今日の本当今日の勝ちは本当、大切、すごかったですね、はい。アスティーダファンの皆様、本当に5連戦応援ありがとうございました。次12月になるんですけど、引き続き応援よろしくお願いします。今日は、岡山戦でダブルスで1番で、競った場面で最後勝つことができたので、チームに勢いをつけることができたので本当に良かったです。本当に、5試合して、全部の試合が2点起用ということで、本当に、期待されているっていうのも感じましたし、それを結果として、琉球アスティーダに、点数をつけるっていうのを本当に意識して戦いましたし、本当に負けた試合も多かったんですけど、久しぶりということで本当に試合をして本当に楽しかったですし、最後4連戦勝つことができたので本当に良かったです。今シーズンまだまだ試合が続きますが、琉球アスティーダがファイナル優勝を目指して頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。そのビクトリーマッチに選ばれた時はすごい不安だったんですけど、チームのために戦うことができて、そして勝利することができたのですごい嬉しいです。チームの勝ち負けに左右する試合なので、僕が岡山リベツにいた時もその3回試合に出たんですけど、一応全部勝ってるんですけど、毎試合本当に緊張して不安で、本当震えるような心境でいつも試合していて、そんな中でも思い切れるプレーを心がけているので、そこが結果に今回もそうですけどつながったかなと思っています。開幕戦は負けてしまいましたが、その他の4試合でしっかり4連勝することができて、そして僕自身もチームに貢献できたと思っています。今実際にリーグ1位という目標でやっていって、で今現状その状況で、その12月まで、時間は少ないですけど、引き続き、皆さんの応援を力に、12月もその優勝リーグ優勝に向けて、僕ら全員選手全員スタッフ全員でその優勝できるようにその連勝を伸ばしていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にビクトリーマッチまで行ってですね、接戦の上で負けてしまったっていうところがあるので、ビクトリーマッチ本当実力差もほとんどなくてですね、少し運もとかっていうところも入ってくると思うんで、仕方なかったかなと思います。ただ本当に田添選手も、今回活躍してくれたので、本当次につながる試合になったんじゃないかなと思います。田中選手が、はい、そうですね、本人たちはライバル関係だと今回思ってたかもしれないですけど、そういう意味ではちょっと木造選手が受け身になってたのかなというところもあるので、そこを逃さずですね、一気に行ってくれたので良かったと思います。本当に期待できますね。木造選手が来るだろうなっていう想定はあったので、それは読んでたっていうか、考えてはいたんですけど、はい、最初初戦吉村選手負けたんですけど、ちょっと相性っていうところもあったので、仕方ないかなっていう。ただ、やっぱプレーがその思いっきりがいいというか、あるので意外にこう動じないなっていうのが分かったのでそういう意味では良かったかなと思うし、もう一つはやっぱり若手が頑張ってくれたら、今回みたいな、田添が若手というか分からないんですけど、頑張ってもらえたらやっぱりチームの士気も上がるし、ベテランじゃないな、こう上のメンバーもうかうかしてられないっていうのも出てくるので、相乗効果になるんじゃないかなという思いも込めて出しました。皆さんたくさんの応援メッセージありがとうございました。残念ながら、勝つことはできなかったんですが、本当に次につながる試合になったと思います。
12月はですねまた修正あの気持ちを切り替えてですね、連勝を目指して頑張りたいと思いますので引き続き熱い応援よろしくお願いします。そうですね、前半で今季初めて勝つことができたのはすごく良かったんですけど、4番で田中が勝ってラストまで回してくれたんですけど、最後、一歩及ばず負けてしまったんでちょっとすごく悔しいんですけど、今度の12月の試合でチームがどんどん勝てるようにチーム一丸となって頑張りたいと思ってます。やっぱ吉村真晴選手はすごく強い選手 で、まあ、それに最後セットルデュースまでなってて、最後は運が味方してくれたのかなと。大事なところでエッジボールがラッキーボールがあったんで、はい、絶対ミスったと思いました角度的にうわーっと思って、はい、届いたんですけどちょっと早く打ちすぎちゃって、多分結構サイドの方行っちゃったんで、あーと思ったら入ってくれたんで、はい、そうですね、前回自分が負けてやっぱチームは、4連敗ってなってるんですけど、一人一人が出たところで仕事をすればおのずとチームを勝つようになると思うんで、今はちょっと耐える時なのかなと思います。そうですね、試合終わった時点で言われてましたね、もし回ったら行くからっていうふうにと、応援してくれてありがとうございます。ちょっと今4連敗という結果になってるんですけど、12月からは巻き返せるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日は、チームはビクトリーで負けて2対3で負けてしまったんですけど、そう、僕自身が、個人の話になっちゃうんですけど、やっぱこう同じチームの人と初めてやったのですごいなんか楽しみにしてて、試合前からで、こうやっぱ試合やってみて、こうなんかなんていうんですかね、同じチームなのに違う仲間と仲間同士で応援し合ってこう試合を盛り上げていくっていうのがすごいなんか違和感もあったし、こう楽しかったなっていうふうに思います。そうですね、なんかはい、だいぶ慣れてきてこの空気感っていうのに、はい、ちょっと気持ちは、はい、落ち着きましたっていうか、はい、楽になりました。やっぱこうなんていうんですかね、響さんのプレーっていうのがすごいやっぱ迫力あるプレーが多いんで、おすげえなっていう風にベンチで見てて素直に思いました、はい、チーム負けてしまったんですけど、やっぱりこうまた反省、課題が見つかったと思うんで、この課題を反省して改善して、でまた次の試合に向けて準備していきたいなっていう風に思うんで、応援のほどよろしくお願いいたします。では今日の試合、まとめて、映像にしておりますのでご覧いただきたいと思います。今日のハイライトです。さあ、まずはこのダブルス、伊藤さん、はい、想像通りの選手が出てきたと言ってもいいと思うんですけれども、そうですね、はい、どちらも大切なこう、ダブルスをですね、最後もう思い切ったプレーで、はいはい、琉球ペアがこう勝ち取りましたね。そうですね、はい、最初、岡山が行くかなと思うようなところも見えたんですけれどもね、はい、ですが、この宇田の思い切ったプレー、はい、あとは一つ、こんな言い方してはあれですけれども、森薗選手がもうちょっとこのダブルス得意の森薗がっていうね、ちょっとこう弱気なところがね、見れたかなというところがありますが、その差でやられたって感じですね、正直言ってね、はい、というダブルスでまずは琉球側がいい形でスタートを切りました。そしてシングルスのトップがこの吉村真晴選手と、そして、田添選手の対戦だったわけでありますが、これはいかがでした。この戦いもですね、この最初田添選手の爆発で、炸裂したんですけども、それを徐々に徐々に自分のペースに持っていって、ゲームオールまでして、そのジュースになって、この最後、こう不運なボールがですね、そう、2本続けて入ったりね、そう、でものすごくでも両者いいプレーでしたね。そういうことですね、はい、ですのでファイナルゲームがシックスオールから始まりましたが、それがジュースの形でね、行って、こういう形で決着
収めました。ガッツポーズを見せています岡山リベツの田添響選手、まあ、これで1対1になって、はい、でこの第3マッチが森園対宇田というそうですね、このサウスポー対決だったわけですが、はい、最初森園選手はこう、はい、静かな立ち上がりでこう不気味な感じがっていうのも、はい、感じたんですけども、まあ、お互いあまりこうヒットしない状態の中で、まあ、最後ですね、はい、宇田選手がこう我慢しながら、うん、かっこいいプレーじゃなくても、泥臭くても、はい、我慢しながら、うん、勝利をこうものにしたっていうのも、まあ、大きな経験だったのかなと思いますね。なるほどね、はい、まあ、あまりダブルスで力が発揮できなかった森薗選手もいいあの、プレーをねこのシングルスで見せましたが、はい、まあ、しかし宇田が取ったということでありまして、そしてこの最終これはまあ田中選手がねこの同門対決どうかなと、はいはい、すごくあの現代卓球高速卓球を見せる中で、うん、はい、まあ、そこをこう最後までですね、こうバックハンドのこう打点の高い、うん、プレーを最後までやり抜いた、はい、まあ、そして先輩越えをしたというそういうことですね、はい、素晴らしかったですね。愛工大名電対決という形になったわけであります、はい、まあ、そして岡山として初の勝ち点をですね、はい、この若い選手が、もたらしてくれたっていうのはすごく大きな、あ、そうですね、はい、まあ、昨日は随分その青森山田の選手が多いという話で盛り上がりましたけれども、はい、それが愛工大になって、そしてビクトリーマッチこれですね、なんといっても、まあ、あの田添選手もいい経験になったと思いますね、はいはい、結局吉村和弘選手がこの表情、いや勝ったというのを、ああ、まあ、今までダブルスしかできなかったのがシングルスで、はい、しかもビクトリーマッチへ出て勝てたというのは、うん、これはすごいことでありますけれどもね、気持ちの、また